最後に出すレアンドロ・ダミアンが来た。レアンドロ・ダミアンが打つ。さっきの谷口の縦パスのところ通常だと多分右に広げるんですけど、はい、まあ、中に誰がいるかというところと相手の守備が、はい、ここですよね、ええ、三笘です。また旗手に当てて旗手は自ら中を向きましたが、もう一度外、今度は上り里をえぐってきます。上り里折り返しファーサイド小林龍。から上り里中3枚4枚逆サイドに家永手を挙げている。あ、自分で行って面白い、押し込んだ。三笘から上り里ニアにレアンドロ・ダミアン行った。レアンドロ・ダミアンを使ってもう一度上り里、上り里縦に行ってダウン。ここはセーブです。上り里スルーパス、さあ長谷川片手ダイレクトでクロス、うん、まあ、流れていきますが上り里シュートだ、うん、ワンタッチパス長井の折り返し、ディエゴ・オリベイラ。そのボール使われてからマルシーニョ上り里レアンドロ・ダミアン。仕掛けるカットインスイッチして後ろから折り返し上り里ふわっと今度は入れた。ファーサルヘッド。